前回のあらすじ、枢軸国が第二次世界大戦に勝利したこの世界は1966年を迎えていた。一時は世界を分割するほどの力を保持していた枢軸三カ国だが、ナチスドイツはヒトラー死後、内戦状態に突入し、イタリアは独自陣営が崩壊、熾烈な国境紛争を開始、大日本帝国では軍部と財閥の戦後最大の汚職事件が発覚、経済成長は完全に停止し、政治は困窮している。しかし、それらの戦勝国たる枢軸の混乱は、敗戦国にとってはまたとない好機であった。独ソ戦敗戦後、国家組織が消滅したロシアでは、再び国家再建運動が再開、それぞれの思想と政治が衝突を開始した。現在はソ連軍の生き残りであるティハチェフスキーとジューコフがロシア西部を制圧する一方で、中央部はナチスドイツへの復讐を国家方針とするヤゾフ将軍率いるロシア国家再生政府が統一しつつあった。新幹線が敷設され、コンピューターが整備され、大衆文化がますます栄えていく1966年の冬、極寒のシベリアの大地では、最終的なロシアの後継者になるために、大規模な軍事衝突が始まろうとしていた。ナチスドイツの内戦はボルマンの勝利で終わったが、依然としてドイツは混乱している。ソビエト連邦再建の後期だ。中国、我が赤軍の状況は良好か、依然として問題ない。10年前の西ロシア戦争よりははるかに改革が進んでいる。西ロシア戦争か。辛い戦争だったな。あと少しでモスクワを落とせるところだった。カイゼルを暗殺し、ドイツの経済を破壊し、親衛隊の立場を切り崩した。あの戦争は無駄ではなかった。そして、あそこで死ななかったからこそ、赤軍が再建できているんだ。その通りだな、中国。我々が生きていることには何かしらの意味があるはずだ。今思うとロシア内戦から今日まで私が戦い続けることができていること自体何かの奇跡のようにも思える。どこかで戦死したり粛清されていたかもしれない。赤いナポレオンと呼ばれた君が粛清、まさか。可能性の話だ。戦乱のロシアで長生きするのは難しい。ロシアに平和を取り戻す必要があるのだ。我々は西ロシア戦争と同じ鉄を踏まない。軍隊は失敗と修正を繰り返して強化していく。さらに軍隊を効率化して西ロシアの統一を急ぐぞ。ついに東と衝突するわけだな。そうだ、次の敵は西シベリア暫定自治政府になる。奴らの過激思想に関しては NKVD からも連絡されている。危険な奴らだ。40歳のヤゾフとかいう若造が国家再生委員会というカルトを作り上げているとか。ナチスを悪魔だと言い、聖戦の完遂を主張する彼らは、その宗教性からナチス親衛隊と大差はない。しかし、彼らは独ソ戦で人生を破壊された被害者のようにも思える。あの戦争で生活を、家族を、尊厳を失った者たちだ。全てを失った彼らには復讐しか残っていない。分裂したロシアでは、同様の思想の者が徒党を組んだ。奴ら息子の共通点は復讐であり、狂気であったのか。だが、ロシアに必要であるのは、狂気でなく理性だ。ロシアを救うためにも、理性ある赤軍が統一しなければならない。我が赤軍が西シベリアを復讐の連鎖から解放する。私は赤軍最高司令官についていくだけだ。頼もしい限りだ。オムスクの復讐の日から世界を守るのだ。どうもこんにちは。ロシア国家再生委員会委員長の霊夢です。同じく国家公用最高責任者のマリサだぜ。情報監督してる役職名が長すぎる。今回は西シベリアを統一し、シベリア暫定統治機構を樹立したところからゲームスタート。時間は1966年からだな。現在のロシアの国境はこんな感じ。西シベリアが私たちの政府が支配している領域で、西ロシアが赤いナポレオンことティハチェフスキー率いる赤軍残党の支配地域。手強い相手だけれど衝突は避けられないよ。一方で東に目を向けると、まずは隣国に中央シベリア大公国が存在。ふむふむ。指導者の名前はユーリク2世か。ユーリクとはキエフ公国、つまりは西暦862年にロシアに誕生した最初の国家を作り上げた王の名前だぜ。本人は元ソ連軍人で本名はニコライ・クルイロフ。もともと王家とは全然関係ない人間だが、どうやら酒を飲んで過ごしているうちに目覚めたらしく、神のお告げから自身が古代ロシアの王家の人間だと判明、再びロシアに王国を再建するため、日々奮闘しているみたいだぜ。やべえやつじゃん。こんな怪しいおっさんが統治してんのかよ。まあロシアは混乱してたしな。その言葉で片付けられる問題。しかしクルイロフってだけあって狂ってるのね。くだらねえ。ここに住む人々も我が国家再生政府に解放されることを願ってるに違いない。ユーリク2世本人は人民の王になることを望んでいて、失業手当や年金制度の整備、最低賃金の保障など福祉の充実化を目指しているみたいだぜ。ごめん、うちの国家システムこの国以下だわ。そして極東を統治するのは極東ソビエト共和国だ。指導者はソ連海軍出身のサグリン。あらかっこいい。彼は荒れ果てたロシアを見て、本当の人民のためになる革命を遂行するため極東から軍隊を展開してきているぜ。なんでどいつもこいつもまともなんだ。その発言自体狂ってるだろ。ちなみにサブリンは史実のソ連でも第二革命を引き起こそうとして1976年に反乱を起こそうとするも失敗し死刑になっているぜ。興味深い人物だね。一方でヨーロッパでは長く続いたドイツ内戦はボルマンの勝利で終結。現在は戦争中に独立宣言したポーランドやバルト諸国などの植民地に再度侵攻し、東方生存権の回復を目指しているよ。新しいナチスから身を守るために大審判の実行を早めなければということで、時間を進めていくんですが、統一直後から
最大の困難勃発。バトフ将軍という自由主義派の軍人が我が国内で反乱を起こしたよ。しかも最悪なことに幹部の中心にはイェレイナ・カルビシェバ、我が国家再生政府の創始者であり、オムスクに復讐の炎を燃え立たせたイマナキ・ドミトリー・カルブイシェブ最高司令官の娘だよ。敵に最高司令官と血のつながりのある人間がいるのは部が悪いな。失礼いたします。シテクラ君か。反乱軍の活動情報がまとめ終わったのでご報告に参りました。それは結構、ぜひ入って入って。おほん。それじゃあ反乱軍の部隊配置はどんな感じかな。こちらが現在の勢力図です。黒い部分が我が軍の制圧地域、一方で赤い地域が反乱軍の制圧地域、黄色い部分は両軍が展開していない中立地帯です。見た感じ我が軍の制圧地域の方が少ないように見えるけど、これって劣勢だったりしないよね。劣勢です。正直だね君。ふふん。は、反乱軍がなんだと、とりあえず輸送機を一気配してくれ。利用としないでください。しかし占領地域のほとんどで反乱軍の支持が厚いのか、捕虜全員処刑したり14時間絶対勤務とか犯罪者の最前線送りとかしかしてないのに、なんてありすぎるだろ心当たりが。大審判の有益性がわからない奴らめ。これらの反乱軍に対しては政治力と指揮力を使って敵拠点の破壊と自拠点の拡大を行うことで鎮圧が可能です。政治力をたくさん使えば勝てるわけね。的確に敵部隊を破壊するので、ぜひとも情報局に資金援助してください。うん、それ必要なの？そもそもこの反乱を放置していたらどうなるの？反乱軍を400日以内に鎮圧できなかった場合、国家機能の維持が不可能になり、国家再生政府は完全に崩壊すると思われます。潤沢な資金の提供を約束しよう。いつもの方針転換。また統一に合わせて国家方針も一新されました。めちゃくちゃでかいのが出てきたね。一番左から反乱軍鎮圧に向けた政策、シベリア鉄道の拡張を中心とした産業改革、そして残り二つが国軍の創設と国家としての外交アピールですね。なるほどなるほど。これらの国家方針を進めていけば、大国に匹敵する産業と軍事力を手に入れる基盤を作れそうだね。その上で一点、もう一つの国家方針があったのですが、この第四の国家綱領とは何ですか？君は中の文章を見たか？いえ、どうやらアクセス権限がなかったようで、特に見ることはできませんでした。それならよかった。中には重要な国家機密情報が入っている。情報局長でさえ閲覧できない情報ですか？最高機密だからな。現在は私と野族閣下、霊夢で管理している。もし見たらシテクラ君といえど、処罰せざるを得なくなる。時が来たら後悔するから気にしないでくれ。承知いたしました。それでは失礼いたします。それでは時を流していこうね。ディシジョンにはさっきの反乱軍鎮圧画面に加えて、交際を使う代わりに産業を発展させるものも出現。これでどんどん産業を回復させるよ。早速反乱軍の勢力が拡大。なんか国軍の武器が盗まれたりしてるけど私は元気です。魔女の宅急便ロシア内戦編。落ち着いて考えたらヤバい事件だったことに気がついたので、反乱軍鎮圧ルートを先に進めていくよ。落ち着かなくても気がついて欲しかった。その後はさらに国家方針を進めて、国民全体に国家綱領を教育することにしたよ。国家綱領の内容は書いてある通り、実はさっきの話で出たけど、国家綱領には4つ目があるよ。国家再生政府の基盤となる内容だけど、刺激的な内容なので公開はまだ予定されていないね。適切な判断だな。公開されている3つの国家綱領を義務教育に組み込み、さらに具体的な内容を役人、軍人、資産家に徹底的に教育。来たるナチスの侵略から我が祖国を守る必要があるよ。実際に政策も実施。我が国に住む人々は 0.5kg 以上の貴金属を提供する義務を設定。ロシア正教会の教会では十字架が強制徴収されたみたいだね。この国だけ平時の地点で末期戦なんですが、同時期に南ウラルに残っていた最後の小規模軍閥に軍事侵攻開始。ここは西ロシア革命戦線の南部に位置する地域で、当地を制圧することでウラル山脈を迂回して攻撃が可能になるよ。戦略的に非常に重要な地域だな。小規模軍閥相手の侵攻は順調に進んだけど、西ロシア革命戦線も南ウラルに進軍開始。この地を赤軍用にしようと企んだよ。我が軍は進軍速度を加速させ、1967年に軍閥連合は降伏。なお赤軍は我が軍との偶発的な戦争開戦を避けて、この地域を全土我々に譲ったよ。占領レースには勝利できたな。その頃極東から驚くべきニュースが届いたよ。どうやら満州帝国皇帝を務めていたフギが崩御した後、関東軍が現地でクーデターを実行。統治を軍政下に置いたようだよ。軍司令官は瀬島隆三。日本政府は依然として沈黙を貫いていて、世界はこの事件に対して不信感を抱いてるぜ。世界は目まぐるしく変動している。我が政府も外交政策を開始しなくては。まずは日本とアメリカと接触。アメリカは我々がナチスの防波堤になることを期待し、一方で日本はロシアが満州に侵攻することを恐れているみたいだね。我々の敵国はドイツだ。現状は両国とは戦争をする予定はない。外交的交渉はうまく進み、まずアメリカ合衆国が我々ロシア国家再生政府をロシアに存在する唯一の正当な政府だと認めてくれたよ。どうやら戦後に我が国を民主主義に正体移行するという約束が米国を納得させる理由になったみたいだな。まあ実際は実施するつもりないけどね。一人の天才が国家を統治した方が効率的なのでは。ヒトラーも同じこと言ってましたよ。一方で日本もオムスクを承認。経済不況に苦しむ大日本帝国はロシアへの積極的な企業誘致という土産がうまく刺さったみたいだね。ちなみに日本企業のお偉いさんがうちの国を視察しに来た時は、軍人が民間人のふりをして豊かで善良な街を演出したよ。やってることがまんま北
朝鮮。その頃アフリカからも面白いニュースが、ドイツ植民地と南アフリカとの戦争で、自由主義派が勝利したみたいだな。ドイツはアフリカの全植民地を喪失、一方で自由国家機構は勢力を大きく拡大させたよ。待って、こいつらが一番ヤバい奴らなのでは。世界の主導権を取り戻しつつはあるな。奴らは資本を使って攻めてくる。私たちは精神力で対抗しなきゃ。対抗手段がマジで終わってる。そんなアメリカですが、同国に亡命していたナチス幹部スペアが行方不明になったみたい。ボルマンの死客が殺したんだろうな。ナチスの同士討ちほどいいものはない。その頃一方で国内では、シティクラ君の絶え間ない努力で反乱軍のほとんどの鎮圧が完了。これは昇級に値するな。あとは鎮圧作戦の最後のフェーズを行うだけだよ。こちら総司令部。そうか、わかった。了解だ。速やかに作戦を実行せよ。反乱軍に対し最後の一撃を。私は失敗した。父が犯した罪を償うことができなかった。この国に狂気しか、復讐しか残らなくなる前に防ぐことができなかった。ゲレイナ・カルビシェバ将軍閣下、ヤゾフの軍隊が迫っており、今すぐに撤退する必要があります。幸いにも決死の作戦を通して150人の戦友の犠牲のもと敵情報施設を襲撃。我々はヤゾフが隠していた第4の国家工業に関する情報を入手しました。まだ世界を救出する手段は残っています。そうだったわね。ヤゾフやその側近が作り上げる恐ろしい戦争計画、それを世界に暴露すれば、人々は私たちを信じてくれるかもしれない。希望を捨ててはいけない。最終聖戦を回避しなければ。父ドミトリーのためにも。通信施設は奪取できておらず、外国との交信は困難ですが、まだ北部には依然として我が軍占領下の飛行場があります。治療とともに米国に向かいましょう。なるほど、それでは先を急ぎましょう。それじゃあ出しますね。そこまで運転をお願いね。私はまだここで死ぬわけ。11月4日、情報部の隊員が爆弾を設置した司令官車両にイェレイナが乗車。エンジンをかけたことにより信管が作動し、対象は爆発飛散しました。死亡確認はしたか。はい、イェレイナ・カルビシェバの死亡は現場の情報局員によって確認されました。そうか。どうされました、ヤゾフ閣下。我々は忌々しきナチスのスパイを始末したのですよ。ああ、そうだ。そうなんだが、カルブイシェブ閣下の娘を爆殺してしまったという事実を少し受け入れがたくてな。なぜこうなったのだろう。我々はカルビシェブ閣下の意思を実現するために戦っている。本当に娘の殺害も閣下の意思だったのだろうか。我々はどこかで謝っていないだろうか。一司令官が申し上げられることは少ないですが、もしカルビシェフ閣下のご意思でないのであれば、それは母なるロシアのご意思でしょう。我々には汚れたナチスをロシアから焼却する聖戦が待っているのです。聖なる戦いの敵は、すべて我々の手で殲滅しなければいけません。カルビシェフ閣下の娘も、ナチスに毒された敵であった。だからロシアの意思が天罰を下した。ただそれだけであります。そうか。そうだな。さすがロシア国家再生政府委員長だ。素晴らしい意見だ。ありがとうございます。人類を救うための聖戦に失礼いたします。西ブラル国境から赤軍が越境を開始、ハチェフスキーによる攻勢が始まりました。それは本当か。すぐに総司令部に向かう。ヤゾフ閣下もぜひいらしてください。いや、私にはまだやることがある。この後戦没者の墓地に行ってくる。娘さんの死を父親に伝えなければ。君たちは先に防衛準備を進めてくれ。承知いたしました。それでは失礼いたします。まさかここまで成功するとは、思わなかったんだ。1969年、赤軍残党は一斉に越境を開始し、我が国家再生政府に対する攻撃を開始した。特に攻撃が激しいのは南ウラルだ。攻勢発起点となりうるこの土地は一方で、突出した地域であり、しかも平野が広がっている。敵軍にとっては包囲が容易になる。しかし、北部の直線に続くウラルを突破するのは不可能だ。そのため、同地を死守した上で、反転攻勢を行う。奴ら敗残兵から南ウラルを守り通せ。数的劣勢の我が軍は、数日の砲撃を耐えしのいだものの、じりじりと後退、前線が一斉に崩壊することを阻止するのがやっとであった。ここで訓練中であった T62 戦車師団を急遽投入。この部隊を利用して機動防御を実行する。まずは南部から浸透した敵兵2万を包囲、これを殲滅した。熾烈な攻撃から耐えている中、ここで反撃の準備を進めた。攻撃目標はウファ。ここは北西部の物資の集積所であり、ここを奪取することで敵の補給状況を悪化させ、一方で我々の鉄道とリンクして、そのまま我が軍の補給所として利用できる重要な戦略目標であった。5月2日、敵の攻勢がやんだ隙をついて攻勢開始。攻撃を担うのは2個の戦車師団と4個の自動車化で編成された我が軍最初の機構軍団である。T62 の群れで赤軍民兵を引き殺しながら前進し、6月の初めには同地を確保。鉄道が接続されることで飛躍的に補給状態が改善されるだろう。その後機構軍団は速やかに西部に移動。敵の消耗が激しくなってきた今、ついに大規模な反攻作戦を開始する。制圧目標はクイブイシェフ。南部唯一の物資集積所で、なおかつ鉄道の交差点でもある。ここを制圧することで、さらなる敵地への突撃の足がかりになり、攻勢がより容易になるだろう。6月末、機構軍団攻勢開始。このまま平野部を制進し、敵部隊の包囲と補給地点の確保を目指す。機械
化された部隊は素早い速度で敵地に浸透、前線の歩兵部隊と合流し、4万の敵兵を包囲、戦車の先行研究による、機械化師団の運用が敵の作戦に穴を開けているようだ。T62 をさらに前進せよ。8月4日、鉄道沿線上を進軍してた我が軍はついにクイブイシェフを占領、補給が途絶えた敵軍8万はそのまま南進した部隊で殲滅、南部の劣勢を覆したことで我が軍の優勢は確実なものとなった。その後はウラル山脈を迂回した部隊で、防衛部隊主力も包囲殲滅、新規で徴兵を開始した24個師団の展開が終わった後、数的優勢を確保した状態で全方面から大攻勢を実行。戦争継続が不可能だと判断した赤軍司令部は、1969年11月23日、ついに降伏を宣言。これによりツハチェフスキーの赤軍が完全に敗北した一方で、西シベリア暫定統治機構は肥沃な西ロシアを統一、正式に国名をロシア国家再生政府に変更した。長いロシアの混乱時代が終わろうとしている。我々国家再生政府の手によって。ロシア国家再生政府万歳、ついに忌々しい赤軍残党に勝利した。忠告とツハチェフスキーは発見次第処刑してね。残るロシア軍閥は東のみだけど、ちょうど戦争が終結。サブリン率いる極東ソビエトが戦争に勝利したみたいだね。彼らがロシアを統一する上で最後の障壁になるだろうな。統一に合わせて国家方針も変更。左は政治と産業の開発、一方で右のルートは国家的復讐兵器の開発を行うものだよ。大審判の準備をさらに進めていこうね。研究基盤が整ったことで兵器の開発速度をさらに促進、ヘリコプターの実戦投入の準備を進めるよ。の近代化が促進されるな。産業は生鮮に向けた準備を進めるため少しずつ制限していくよ。ゴム、鉄、鉛、金、銀、石炭など武器や兵器に使える資源を持つ一般家庭は全て政府に寄付してね。任意ですよね。任意だけど隠し持っていた場合は国家反逆罪になるよ。強制じゃねえか。戦争中にあまり見られなかった世界を見てみると、ジョン・ F ・ケネディの弟であるロバート・ケネディが2期目も当選。史実では大統領選に立候補しようとするも兄と同様に暗殺されてしまうが、この世界では生き残ったみたいだな。ちなみに兄のジョン・ F ・ケネディはこの世界でも暗殺されました。架空世界でも暗殺されてしまうのか。唯一の正式な政府として祝電を送ろう。今回はいたずら電話扱いされないはず。いたずら電扱いされる外交連絡。あとどうせだから追加の軍需物資をもらおうか拒否されました。え、なんでなんで。民主主義を理解していないのがバレたんじゃないか。バカにしないでくれ。私だって民主主義知ってるよ。まず国民から票を集めて本部に送付、それらをすべて焼却した後、先に準備しておいた票を取り出して開票するんだよね。ナチュラル不正選挙。ロシア式選挙をバカにするつもりか。そんなものを伝統芸にするな。それで他の地域を見てみると、ポルトガルとスペインの連邦であったイベリア連邦はカリスマ的指導者であったサラザール氏を内戦に突入。マジで何回目の内戦だよ。いつ見ても同士打ちしている国。結果的にはフランコのファランヘ党が勝利。これも1937年の焼き直しじゃねえか。あれはそう。失礼いたします。現在進行中の国家計画に関してご報告に参りました。してくらくんか。では説明してくれたまえ。まず現在進行中であるのは国家要塞計画です。ドイツから核攻撃を受けた際にその被害を軽減するための措置であり、国家再生政府の主要都市に核シェルターを建築しています。現在はオムスクで建築中か。その通りですね。大ゲルマン帝国は恐ろしいナチス国家だ。こんぐらいの防衛手段は当然だね。次に国家的復讐兵器の準備です。これは重要な計画だね。内容は以下の3つに分かれていて、化学兵器、生物兵器、そして核兵器です。夢の MBC 兵器セットだね。国際砲丸虫欲張りセットじゃん。きっといいわれよ。まず化学兵器ですが、旧ソビエト連邦の地下武器庫から入手しました。それらを元に量産を続けていて、数万発のガス弾が生産できる予定です。ふむふむ。一方で生物兵器としては出血性天然痘の変異種を開発中です。うん。現在は重罪を犯した犯罪者で、実際の致死性に関して確かめています。なんかヤバそうじゃん。なんかで済ませられない話だろ。先日はヤゾフ閣下も施設を視察なされました。あ、それなら大丈夫かな。閣下はなんておっしゃっていた。生体実験の冷酷さを見て褒める言葉が見つからなかったようです。聞いちゃってんじゃん。まあ研究を続行しておいて明るい話をしようよ。核兵器とか物理的な明るさの話してる。核兵器に関してはベレロフォン計画で研究中です。数年以内には正式配備ができるかと。それは嬉しい知らせだね。核兵器があれば大審判の実行も容易になるよ。しかし放射線の有害に関しては現在調査中です。札振っとけば大丈夫なのでは。絶対にそんなことはない。今は生身の人間をウラン鉱山で働かせてその健康被害について調べており、働いている当事者には希少鉱物の採掘とだけ説明しています。めちゃくちゃエグくて泣ける。ナチスが我が領土に攻め込んできた時に我々の手で罰を下すという大審判ですが、こんなに強力な兵器を集めるとまるで我々がナチスドイツに先制攻撃するみたいですね。国民や世界に説明しているように、そんなことはないよ。あくまで防衛のための準備。だってドイツと全面戦争したらそれこそ核戦争で人類が滅亡するからね。それもそうですよね。しかしナチスは醜く強大な敵だよ。準備するに越したことはないね。ごもっともです。ロシアの民主主義と自由を履行した時、再びナチスがロシアの地を踏めないように最善の努力をしてまいります。ちなみに平和な戦後が訪れた時、何かご予定はあったりするのですか？私は大審判のことだけ考えていて、その後のことは何も考えてないな。そうですか。それでは情報局の仕事がまだ残っているので、失礼いたします。今日の情報整理はこんな感じか。もう夜も遅いし、切り上げるとするか。
第4の国家公領、あの文字ばかし頭の中に浮かぶ。それに大審判とは何なんだろう。てっきり単なる用語だと思っていたが、何かしらの形のある作戦のように思える。反乱軍の後始末の際に手に入れた最高機密の情報アンロックキー。これで第4の国家公領の中身が見られるが、やめておいた方がいいのか。いや、情報局にさえ隠すのはおかしい。見ても知らないふりをしていれば大丈夫だ。確認してみよう。よし、これで閲覧できるようになるはずだ。第4の国家公領、第3の国家公領、国家行動計画による支援は、政府の理想を実現するための土台となり、来るべき戦争の舞台となる。しかし、内政といくつかの不幸な噂の調査の後、最高司令官は新しいポイントを採用し、ロシア国軍の最高司令部の上層部全体に広めるにとどまった。第4の国家公領を、再生政府の目標は、もはや来るべき侵略から生き残ることではなく、ドイツが自ら作り出した地獄のような兵器を使って、ドイツという概念そのものを抹殺するための、大審判を自分たちの手で開始することである。大審判の間、祖国の大都市は放射線に覆われた瓦礫となり、黄金の農地は焼け野原となり、祖国の偉大なランドマークは太陽の墓と化すだろう。来るべきの対立の進路で、ロシア人は自分たちの町や家、教会の廃墟の中で戦うことになり、多くの場所で誰も忘れることのない、厳粛な遺産を手に入れることになる。もしくは、ペトログラード、サマラ、ニジニ、ノブゴロドなど、ロシアの古い名前を持つ戦の場所が、核兵器の日の洗礼を受け、生まれ変わる。しかし、ロシア民族は核戦争を耐え抜く、核死亡や遠隔地の伝承基地を通じて、ロシア国軍は生き残り、我々の最終命令を確実に実行する。世界中の大都市にキノコ雲が立ち込めても、我が兵士たちは深淵から現れ、継続している命令に従ってベルリンに進軍し、国家的復讐を果たすことだろう。我々はドイツ国家の痕跡を存在から全て消し去る。そして我々の兵士は核爆発で生き残ったドイツ人を、それがか弱い老人であれ、ただの泣き虫の子供であれ、迅速に終わらせるのだ。大量の死によって、我々は最後の復讐を行うだろう。次回、最終回、人類の最終聖戦、ご視聴ありがとうございました。